皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もファークライ5遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ロケラン使いのハークさんを仲間にしたところ、で今日はですねメインミッションに挑んでいきましょう。今やってきたのはウルフルズデン、あの以来の巣窟ですね。巣窟っていうか基地か、巣窟は失礼、語弊があった。でですね、次そっちとあとこっちか、どっちか行こうね。まずこっち行こうか。まさに僕の待っていた人だ。なんだろう。この戦いのためにホワイトテール自警団は何年も準備をしてきた。イーライがあちこちに物資を隠させたんだ。銃、弾薬、何でも準備はバッチリだ。ただこの状況じゃ物資はここで必要になる。バンカーに置き去りにしてたら意味ない。それにペギーどもに発見されるのだけは絶対に避けないと。だから物資を持ってきてくれると本当に助かる。ただ問題が一つ、物資のマップはここにないんだ。理由は聞かないでくれ。安全対策とかってやつだ。ジェファーソン監視塔の偵察がマップを持ってるはずだ。ここから西に行ったところにある。幸運を祈る。気をつけてな。行ってみよう。さあストーリーミッション、ギアリングアップでですね、まず監視塔に向かっていく。行こうか。ここがね、あの出口、どっちだ？こっち、こっちか。さあ、ここから出て、向かっていこう。そろそろファークライ5も終盤でしょうか。終わりも近づくファークライ5。で、その場所がですね、ここね、ジェファーソン監視塔。ウィーティーが森に隠した物資を回収するのを手伝え、行こう。これはそうね、一回ここにトラベルして、デアドロップする。で、いつものごとく空から向かっていきましょう。そっち。これはそうね。こう、より高所を取っていく。ちょっと高いところに着地して、そこですね。ジェファーソン監視塔。よし。これも本当にまんまファイアウォッチの世界。あれもね、結構深い作品でしたね。ファイアウォッチ。なんていうのかな。面白い、つまんないっていうかね、心に残るっていう作品でしたね。敵は見えんぞ。そこにワンちゃん、ワンちゃん行かせて、どう？いなくない？いませんね。聞こえるか？ウィーティーだ。もし塔の近くにいるならマップをもらうんだ。さあこんなか。うん、敵全くいないよ。ただ先客がいた。ウィーク、弱々しい。すげえなこれ。悪趣味極まりない。捕まえた人間をイーツ送りにする。あんたをまた失いたくはない。さあアイテム取っていこうか。サクリファイスと、さらにドキュメント。これ何？カルト部隊の動向、朝の9時から夜の9時、記録ですね。さあ防弾チョッキ、これもいっぱいいっぱい。よしよし、行こうか。さあ次キャビンに向かっていく。これ2つか。これはそうね、板塀に乗って、で途中で捨てていく。出発、行くぞ。あ、待ってね、あのね、そこに面白いのがある。これですね、あの指名手配のこのビラね。これね、結構面白いんだ。あの、これですね。ウォンテッド。シナー、罪人。まあ、主人公の服装これなんでね、未だに。こういうビラ。まあ、これはバレるわな。こんな格好。まあ、もしくはハークさんを生贄にするっていう手もあるね。彼を偽装させる。さあ、飛び立って行こうか。そっちとそっち。そんなに遠くはない。これね、捨てようかな。ここでこう捨てて、で飛んでいく。ウィングスーツ。こっちは早い。あのヘリは落っこちます。放置。さあ、まずここね。よし。
どうでしょう。これは敵いそうですね。広いわ。どうだ。あ、いますね。まず金庫を見つける。そこに2人、合計3人。とりあえずまあこいつやっとくか。よし。で次、まあ1人減らして、よし。もうこいつも、あ、待って、木かな。よいしょ、 OK です。さあどう、他にいますね。何人かいる。ただ映りません。あの、お家の中か、行こう。あ、待って、そこにいた、そこにいた、普通にそこにいた。あ、これショットガンだ。うまいわ。さあぶっ殺し祭り。あと奥に2人、彼らは爆弾かな。はい、爆弾屋さん、町の爆弾屋さん。よしよし。とさらにスナイパー。あ、待って、これがない。こっち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 、そう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 。さあスナイパー来る。この子はそうね、クマちゃん行くか。チーズバーガー行ってこい。見てよ。おし、さあ行きました。はい、ほいで。金庫を見つける。どこだ。あ、これ一般人か。殺されてる、かわいそうに。ダメだ、周りを調べてくれ。小屋はあからさますぎる。地下の保管庫とか、地下につながってる場所は。いや、あるけど、金庫。これ待ってね、さっさとやろう。さあ爆破して、よっしゃ。見つかったか。物資には追跡装置がついていて、近づけば反応があるはずだ。多分地下に隠してると思う。小屋の中ってことはないよな。そうか、これではない。今の現金ね。地下ですか、どっちだ。あ、これかな。よし、こっちか。ここな、これは敵いそうと思ったけど。あ、これで終わり。よし、取ったよ。手に入れたか。いいぞ。じゃあ次だ。さあ次、レッドテールキャビン、赤い尻尾のキャビン。それがですね、どっち。そっち。約 300m 行こう。最近自分の動画でですね、アイロンさんの動画のおかげで朝早く起きれるようになりましたっていうコメントをいただいたんですよ、何人かから。で、まあなんていうのかな、自分がこう意図しないうちに皆さんのお役に立てて、これはね、本当に嬉しいです。で、まあ自分があの朝のね、だいたい6時から6時半ぐらい、そこら辺を狙って動画をアップしてるんですけど、まあいくつか理由があるんですよ。いくつかまあ理由があるっていうか、大きいの一つか、あの単純にこう、時間に縛られたくないっていうか、一日の中で皆さんにこう好きな時間に見てほしいっていう理由が大きいです。なんで、例えばこう夜の8時とかにね、アップするってのもできるんですけど、ただそれやってしまうと、ね、寝るまでの時間に見なきゃいけないでしょ、動画を。まあ、で、自分ね、そういうのは結構苦手なんですよ。いやー、パトロール。割とこう好きな時間帯に、見たりしたいの、自分はね。さあパトロール、近くにいませんね。どうだ、こっちかな。一旦こうこっちを迂回して向かっていこう。そっちね。そこですね、キャビン。さあ敵、うん、パッと見見当たらんよ。いいか。ただこのレーダーにはすごいいっぱいいる。7人?最低7人。行ってみよう。いや、どこだ?ん?待ってね、そっちか。そこか。見える。これね、ちょっと待ってね。あ、左からもすげえいっぱい来てる。なんだ。あー、この数。マジか。どうしよう。あ、見つかる、見つかる、待って待って待って。
あー、すげえこっち来てる。これ近接爆弾、これをこうポイッとする。でこうシールドにして撃っていく。まとめて、はい、よし。さあもうちょい。見えねえ見えねえ。でそこ爆弾あります。誰も踏んでくんない。まあいいか。よし、さあ制圧完了。でこれ回収して、悲しい爆弾で、そっちね。まだダメか。近くに脱出口みたいなのがあるはずだ。小さなハッチみたいな。小さなハッチ、待って、一旦この中に入って、でガサ入れする。レコード、さあ収集品とドキュメント、発信書きされたメモ。以来これ以上ここにはいられない。彼とのパトロールがあちこちにいて危険すぎる。家族と一緒に今夜ここを立つ。お前のために守ってきた物資は外にある。地下のいつもの場所だ。すまない、以来。でも家族は一番大切なんだ、ニール。まあ、これは仕方がないよ。家族のため。外ね。よし。物資は小屋の中にはない。周りを調べてくれ。待ってね。さあ、お家の中、何もありません。で、周辺ですね。外。いつもの場所。これ、んー、これ違うわな。板切れ。で、こっちも違う。こっちか。ここね。シェルター。よし。さあ、ここを入った。入って、落っこって。これか。どうでしょう。どうなん？何も反応ないけど。え？あの、このミッションは？さあ、そこが最後の場所だ。保安官、そこからそう遠くない。ペギーどもに物資を奪わせないでくれ。行こうか、最後。ケストレルキャビンに向かっていく。これがね、結構遠い。600m。俺、そうね、バギるか。バギー、久しぶりのバギー。でもやっぱ人間ね、朝早く起きて夜早く寝るってのが一番ですね。それが本当に健康に一番いい。まあ自分結構昼夜逆転するんですけど、ただ本当寝るときはね、10時間とか寝たりします。さあ爆走して、どっちでしょう。そっち。あ、これ何、ダメか。もうちょいそっち行くね。よしよし。さあ残り 300m。 でまあ動画は極端な話、夜の0時とかね、そこら辺に公開してもいいんですけど、ただそうなると皆さん寝れないでしょ。寝る前に見ちゃうもんね。それはね、良くない。やっぱ寝た方がいい、人間ちゃんと。よし、カメラであんたを見つけた。待て、なんだ。おい、マジか、これでか。ちょい待ち。さあ体勢立て直して、いやこれはこれきついぞ。このゲームね、こういうチェイス系のミッション、これがね意外とむずいんだよ。これ銃撃てる。あ、撃てますね。よし。あ、そっち。ただこれな、銃じゃなくて体当たりかな。どっちかっていうとぶっ込んでいく。ウェイ、大丈夫。さあ一回転して追っかける。いて、後ろ誰だおい。さあ近いよ。よし、ヒット、もう一発。どう、当たってんだろこれ。オッケー。ああ、何、さらに戦士招集した、マジか。さあ正義のショットガン、これにして回収して。なんだあいつら。もう十分だろ、ブルーズデンに戻ってくれ。さあこれで帰っていく。
待ってね。帰ろうか。普通にもトラベルしよう。戦士来たか、ここで。さあ、一旦ここに、お家に帰って。よしと。で、報告する。持ってきたよ。ようやく。ホワカ、こいつは言わせてくれ。一部のホワイトテイルは、お前を加えることに乗り気じゃなかった。だが今は違う。俺の言葉じゃない。お前の行動が、さすがだな。変えたんだ。これいいだね。言葉より多くを語る。チリチリだった人々が、ホワイトテイルに集まっている。お前がみんなの新しい希望だ。ようやくだな、ホワカ。ようやくだ。よし。多分今の以来じゃない、この人。で、報告する。バンカーの塵に埋もれる前に、こいつを回収できてよかった。本当に助かったよ。まさか、奴らを見つけるとはね。絶対逃げられると思ってた。あんたみたいのがあと何人かいてくれたら、エデンズゲートはとっくに降参してたよ。本当にありがとう、保安官。よし、さあミッションクリア。ギアリングアップ。この水サミナすごい引っ張りたいわ。この人、自分ね、こういうのどうしても気になっちゃうんだよね。切りたくなるので、サブクエ発生と、さらにドキュメント、ホワイトテールラジオのプレイリスト。はい、曲目ね。話があるんだ。で、次のストーリーミッション、こっち行こうか。この人、これ何やってんだ。拷問か。タミー・バーンズ。え、拷問でしょこれ。さっきは少し言い過ぎたわ。謝りはしないけど、あなたのことは認めるわ。私は他人を信用しない主義なだけよ。でもイーライはあなたのことを信用してた。だから私もそれに従う。あなたが役に立ってくれさえすれば、私たちうまくやっていけるわ。よく聞いて。ウィーティーが海賊放送を始めようとしてるの。イーライには自警団をまとめるためって言ってるけど、本当は自分の好きな音楽を流したいだけよ。仕方ないから手伝ってあげて。あの子は電波を飛ばせなくて困ってる。カルトが一帯をジャミングしてるせいよ。で、やり方だけど、2機の電波塔にそれぞれ妨害装置があって、道路を巡回する機動部隊が3つ目を持ってる。先に塔を何とかすれば電波が弱まって機動部隊を見つけられる。発見したら連絡するわ。うまくやってくれれば信頼関係を築いていけるかもね。行こうか。さあ、ストーリーミッション、無線風刺で、まずは電波塔に向かっていく。南の電波塔行こうかね。で、それがね、約1キロ、 830m。 これどっち？ここね。これは遠いぞ。一旦ここにトラベルして、で、こっちかな。さあ、再びエアドロップ。さあ、どっちかな。そっち、その山ん中。これジェイコブか。さあ、ここで妨害装置、それを壊していく。でですね、そっちね、そっち敵の基地です。カルト基地こっちな。そこいっぱいいるんだろうな。さあ、まずはこれか。登っていく。どう登る？いける？あ、グラップか。グラップル。さあ、これを使ってよじよじして、こうじゃ。登るんじゃ。次。次。そこね。よし。登るんじゃ。こうです。よいしょ。さあ、一つ目。おお、揺れてる。これ、待ってね。破壊する。待って。エイムすると、なんでそっち行ったの？びっくりした。よし、やったよ。どっちどっち。持ってるよ。
しかし、ね、このファークラインのこの円形ね、これがねものすごい綺麗ね。ああいう木まで描写されてる、こと細かに。これすごいよね。あー待って、ほうほうする。これもしかして、あーもしかして拉致じゃないでしょうか。これは逃げよう。あーオンリーユーが聞こえる。これ何なんだろうね、オンリーユー。あー何、連れて行かれんの。またか。さぞかし腹が減ったことだろう。さて、文明はたった10日で崩壊するらしい。そう、必要なものを奪えば人はたった10日間で原始的な本能に回帰する。実際に体験しないと理解しにくい。湾岸戦争の時、俺はイラクにいた。空挺師団は全員アメリカ人だった。ある日の夜、奇襲され、俺とミラーという男が部隊からはぐれた。食料も無線もない。200キロ離れた基地を目指し、俺たちは歩き始めた。だが3日目には迷子になっていた。6日目に水が尽きた。どうなるかわかるだろう。飲み込めなくなる。7日目にはミラーの足がおかしくなった。脳は生き残るために筋肉を食べ始める。だからお前も痩せたんだ。8日目に狼が来た。ミラーを見てもうおしまいだと悟った。運命を受け入れた。すると急に、それまで見えなかったものが見えた。ここにミラーがいる意味、望んでいなかったが、すべきことではあった。それが俺の試練だった。ミラーが犠牲になったのは、そこから俺を逃がすためではなく、ここに届けるためだ。お前も知るだろう、弱者の存在を。さあ再びこれか。で、何、1週間拉致されて。すごいな。よくやった。やっていこう。でまたのオンリーユね。あれ何なんだろうね、彼のテーマソングか。よし、群れを間引く。さあ次ショットガン殺せ。あ、敵の変数が変わってんな。ここに一人いる。で、ここに一人。よし。で、次、こっち行って、テイクダウン。テイクダウン8秒。これうまいな。サブ機、アサルト、これにして。はい。あとは、そっち。OK です。で、からの MP5 でこっち、他の落下に気をつけていこう。前落っこったもんね。後ろの人まあいいわ。で、こっちで、次機関銃ですね。軽機関銃これにして、前回これで終わってしまった。今回この先があるんか。弱者を犠牲にしろ。お前は英雄じゃない。
こっち。待ってね、腰ダメ。どっちだ、まだ続く。いや、これで終わり。これ今回手抜きですね。なんだろう。起きろ。ルーキー。出してやる。いいな。一緒にここを離れよう。な、お前だけだ。お前だけ。おい、俺はどうなる。頼むよ。お前は強くない。早くここを離れろ。また始まる前に。ついてこい。やつは知ってる。試練だ。見ろ。お前のだ。いいか。123123123123で終わる。全てが習慣化するんだ。やつはここに入り込む。お前は気づきもしない。そしたら戻れない。わかるか。絶対もう戻れない。さあ、トラックがあるはず。トラックに乗るんだ。時間だ。何週間も研究した。出る道は一つ。安全なのは。ダメだダメだダメだ、まだダメだ。くそくそ、ああダメだ。そんな、すまない。え、何これ。保安官、聞こえるか。ミイライだ。聞こえるよ。最近全く音沙汰なしだな。どうやら俺たちは本当に蜂の巣をつついちまった。お前が同僚のブラッドを取り戻そうとしてるのは知ってる。だがな、ホワイトテールにも手を貸してほしい。俺たちの場所は知ってるな。じゃあまた。さあ、1週間ぶりに生還したこのトラッカー、これにこう突き落とされて、で乗っかって生還した。何をしてたかは知らんが、グリルストリークのあった交差点に向かってくれ。スクリーンに面白いものが映ってるはずだ。さあ、でですね、待ってね、ストーリーミッション、あの続きをやっていこう。で、ジェイコブ、あのイラの居場所を知ってる。多分殺害計画っぽいものを立てていた。で、そうですね、一旦ここに向かって飛んでいく。北の電波塔、まずここかな。ここにこうエアドロップして、で、再び空から攻めていく。でもこれさ、ジェイコブに拉致されただけでだいぶ日数経ってない？何日くらい経ってんだろう。10日ぐらい。で、それ敵の基地ね。まずそっち。約1キロ。これいけるかな？よしよし、行けますね。さあ、この斜面に、まず降り立とう。ここら辺で、パラシュート。よいしょ。さあ、次、そこね。これってスナイパーライフルじゃダメな。もう見えるはずよ。やり方は同じ。頂上の妨害装置を壊して。あ、できたよ。どう？うまくいったわ。ちょっと待って。
3つ目の妨害装置はトラックの中。3つ目があるんかい。南の道路よ。急げば待ち伏せできるかもしれない。南の道路、急げば待ち伏せ可能。これいっか。おっさんたち、おっさんたちね。ヘリコプター、これどうすっかな。やっとく、やっとくか。一応さあセーブしてくれる。あ、待って、こいつあれだ、買った人やたら勝てと思ったら。さあこのおっさんと、そのそのおっさんと、よし。あ、死んでない。こいつもやや硬えな。よし。あ、またそこか。そこね。そこに3人。さあ、近接爆弾。行くがいい。胸を晴らすがいい。よし。さあ、怪我をさせて、で、さらに近接爆弾。寄ってくると吹っ飛ぶよ。はい。寄ってこない。ん、どう？オッケー。はい、雑魚。さあ、ぶっ飛ばしてからの措置。再び、ウィングスーツ。いけるかな？敵、車っていう風に言ってた？奇襲してぶっ壊す。よし。まあ、まあ爆弾でしょう。あ、待て、これ暗くて見えねえ。木に当たってしまうと死ぬ。体が吹っ飛ぶ。よし。さあ、ここで、ボンバーマン。リモート爆弾。一応作ろう。よいしょ。さあ、こさえて、どう？こっち来てんの？あ、来てますね。よし。さあ、ここです。待機してからの、これもまあ近接爆弾。これか。二つぐらい。もうちょい、待って、もうちょいそっちかな。そこら辺。よし。こんだけ巻けばまあ、大丈夫でしょう。ぶっ飛ぶでしょう。どう？お、来たよ。あ、先客がいる。マジか。どうかな。あ、ちょっと待って、あの、滑って降りちゃった。どう？オッケー。さあ、こいつですね。破壊する。よし、やったよ。やったどん。どう？ミーティーが喜ぶわ。彼と趣味が合わない人には気の毒だけど、私たち信頼関係を取り戻せるかしら。忙しくしてたいなら、ウルフズ伝の仕事がまだあるわよ。また会いましょう。さあ、ミッションクリア。よしよし。無線風刺。さあ、どうね。すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで、一旦これ終わりにして、で、次回ですね、また再び、ウルフズ伝。このメインミッションに向かっていきましょう。こっちね。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。どうね、また次回ファークライ5でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。